はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。カルチャービットアーをやっていきたいと思います。前回ですね、岡山ピーターローズに、敗れてしまいました。というわけで、まああと公式戦は5戦を残すのみなんですが、その前にジャパンカップを戦うことになります。1回戦は富山ミラージオ、N2 の2位ですね。だからそんなにN2 でやってるメンバーと変わらない。まあ、違うのはこれトーナメント戦、負けたら終わりです。というわけで、これはですね、もう全試合フルメンバーへ戦わないといけません。確かに公式戦終盤ではあるんですが、N2 かを昇格を本格的に狙うのは来年というわけで、本気に狙うのは来年というわけで、ジャパンカップにもある程度能力を、集中させたい。最初からもうこれフルメンバーでいきます。ななこ、さつき、羽生田もいいんですよね。さちこよりは、さつきよりは、さつきを投入。ただ、さちこ悪くないんですよね。エリカかな。ゆうなはちょっと降りてもらいます。せつこもちょっと身を取る。この辺公式戦だったら使うんですけどね。やっぱり、この辺が強いかな。ちょっとディフェンダーがね、弱いかもしれない。あと、彩香が疲れてんのか。出したいけどな。まあ、1回戦ってこともあり、ちょっと、落としましょう。夏木と広岡だったら今、もう夏木の方が上ということで、最近、広岡があまり出てこずに夏木が多いですよね。まあ、どちらにしましょう。くるみがあるんで、決定力はある程度保証されていると思います。戦術はこのままでいきましょう。さあ、試合開始です。一応こちらがホームということで、勝率は上回って、順位は下ですが、勝率は上回っております。フルメンバーですので、ぜひ勝ちたいところです。ほぼフルメンバーかな。ずっと疲れが見えてるんで、一人は。ん？いきなりファールか。さあ、ここ警戒しないといけません。おっと、弾いた！やばい！あーと、オフサイドか。ん？どこがオフサイドなのか。もう、弾いて、さあ、ここは冷静に繋ぐプレーをしてほしい。誰だ？ちょっと高さで変わらなかった。逆にちょっと気をつけないといけません、ここは。うまくやられてますね。抜け合えた。おっと、しかし取り返した。さあ、さつきだ。一気にドリブルで上がっていく。ちょっと警戒されてますね。おっと、さつきが自分で行った。その後、くるみが、これだ、こう、下がこれは入らなかったよ。くるみが久しぶりの試合っていうのが、もしかしたら、試合間の、ファウさんに繋がってるやつね。緑、ナイス！さあ、これは自分で決めようとするが、ちょっとあと、くるみも合いませんでした、タイミングが。逆に、深くに入られて、と、ここは逃れました。さあ、羽生だからくるみに一気に、7個だ？緑に行くか？と、これはダメでしたね。さあ、木の内が上がっていきます。
おっと、これは気をつけないと危ない。さあ、相手のコーナーキック、ここは注意。おっと、夏希は好判断、自分で出ていきました。こう熱い、やっぱり負けられた終わりということで、あのがっぷり四つの試合になっております。と、広田がクリア。ペーターセン、重たい。ナーコ、ナイス。うまい。さあ、ここはパッテンパスだが、外へ持ったところをナナコがまた。さあ、ちょっとこれは、流れた。さあ、前半、スコアレス、ドローのまま、後半に、つながれます。まあ誰も疲れてないですねっていうか、疲れどこはそんないないんで、そのままもう後半に行きましょう。さあ、縦パスだ。さあ、行くた。これはちょっと危ないが、たがうまくクリア。ナナコがトラップ。お、親のホイッスル。ナナコが、ファールか。いいチャージだったんですけどね。これは、笛が鳴ってしまいました。さあ、行くた。おっと、行くたが持っていく。行くたは不気味です。力がありますよね。さあ、さつき。さつき抜けた。それをみほが拾って。こっちにまどかが待っていた。木の内。守備は硬い。おっと、ちょっとこちらもチェンジしないといけないですね。結構疲れてるな。あや、疲れてるからな、あやかは。裏側あたりいいかもしれないですね。裏川を美穂とチェンジさせましょう。して、裏川と広田を入れ替える。ミッドフィルダー陣は誰がいいだろう。ミッドフィルダー陣は幸子かな。幸子を窓かと変えましょう。さあ、緑とキーパーが。そこを羽生田が拾って緑。抜けた。1対1になった。先取点。やっぱりあのくるみがいない間にずっと緑が、なんとかあのくるみがいなくても自分が決めるという意識が、あの先取点に結びついたんだと思います。さつきがちょっと疲れてる。疲れてる方を先に変えますんで、守備を変えたいと思います。これでいいや。さあ、これで早くも交代枠を使い切りました。この体勢で挑みます。追加点が欲しいですね、できれば。さーっと、制する。ゆっくり攻めてる。お、危ない。好試合になってますね。あっと、ここあえた。小宮崎、緑がすぐ確保するが、ちょっと危ない。さあ、広田が、幸子へ。縦パスで緑が拾えるか、拾ったが、さあ、残りがもう、すぐ5分。なろうとしております。拾いたい。拾いたい。ここは堅実に。縦パスで、誰だ？ナナコに渡った。さあ、ナナコ、でも、ナナコがやっぱりスタミナが切れてるっていうのは痛いですね。さあ、アディショナルタイムは1分。試合終了です。1回戦、勝利。2回戦へ進みます。さあ、前半戦。
からですね、攻めて攻めて、で、守り抜くという、息の入った、試合になり、好試合になりました。これは、うまく、カバーした。これは流れてしまいましたよね。流れずに行ったら、得点入ってた可能性もありました。さあ、生田これ強いですよね。そして、キーパーがナイスセーブ。さあ、その直後です。緑が取りましたね。ここを抜けて1対1にして、しかも決めました。緑お見事でした。さて、1点リードして守らないといけない。富山ミラジオも、なんとか同点に落ち着こうとしています。ここは結構決定。決められなかった。さあって。今度は相手側を緑が攻めます。しかしこれは高く行ってしまった。で、攻めようとするんですが、タイムアップ。ボールの支配率は圧倒的富山ミラージオだったんですが、そう、シュートの枠内も富山ミラージオだったんですが、守り抜いて、こちらが、勝利を奪いました。これで1回戦を突破。2回戦はキャピタル東京、強敵ですね、これは。これは正直辛い。今度は彩香が怪我か。選ばれずか。くるみあたりがそうそう選ばれるのかなと思うんですが。キャッツアイズ戦が終わると一周休みがあります。その後に、2回戦のキャピタル東京戦です。その後、まあ、準々決勝まで上がれるかわからないですが、入れ替え戦もありますね。結構、もし、アライブにかかるとしたら、連戦続きにはなりますが、いよいよ最後の舞台ですので、これすごいな、日本代表。まあ、海外にのリーグに行ってる人も、招集されてるんでしょうね。はい。というわけで2回戦、まあ厳しい相手ではありますが、なんとか立ち向かっていきたいと思います。以上、スターホースポケットじゃない、カルチョビットアーの動画をお送りしました。いつもの通りですが、チャンネル登録、高評価、コメント、SNS は拡散など、ご協力よろしくお願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しますので、よろしければ見てください。また、最後の20秒で流れます関連動画、動画プレイリストの方もお時間ありました。ご視聴よろしくお願いいたします。はい、ご覧いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。